ハローワールドアイシャです。ディープラーニングの世界40回目の今日は GPT-3 の限界とその先の研究テーマについて紹介します。イエーイはいで。前回までの動画で概要編ということで GPT-3 がどんなものかっていうのをお話しました。GPT-3 はすごいっていう話をいっぱいしてきたと思うんですが、まあ当時の、ね、GPT-3 ではまだまだできないこととか、この先に研究したいテーマっていうのがいっぱいあります。 というわけで論文から抜粋してズドンとこの八つを皆さんに紹介したいなと思いますちょっと一個だけ今日の動画の注意事項を先にお伝えさせてください、はい、でこの課題たちは2020年当時この論文が出た当時の課題のものでもうこの動画が出ている2022年には 解決ししてるるももものいいくつかあるかあれないですすみません、ちょっとそこまで専門じゃないのであの調べられてないんですが、まあ、そういうものもあるかもしれないし、もし皆さんが2023年以降にこれを見てるんだったら、まあ、最新の研究テーマというよりかは、一昔の前のテーマぐらいまでにたかっちゃってるかなとは思います。ですが、この動画を通して、研究の一番前ではどういうことが疑問視されてて、どういうことに挑戦されてるのかという、まあ、その一番前に皆さんをズドンって引っ張るために、あえてこの形で紹介したいなと思っております。 ま必ずしも最新じゃないんで本当に研究に突っ込む前はちゃんと先行研究とかを調べてから入ってくださいはいそんなディスクレーマーを置いといて今日はこんなテーマで GPT3 の限界とこの先ここを極めていきたいっていう研究テーマを紹介していきますじゃあ早速本編に行きましょうはいじゃあまず1個目苦手なタスクを見てみましょう GPT3 君はねめちゃめちゃすごい性能とかステートオブジェアートとかをバンバン出してはいるんですがはい比べるタスクが苦手なんですちょっと書いてみます はいスーパーグルーっていう言語理解ベンチマークの中の WIC っていうタスクとか NLI っていう種類のタスクこれはね GPT3 全然ダメだったんですよねどういうタスクかっていうと WIC の方はのとある単語が2つの文章でバーって入ってるんですけど2つの使い方は同じですかっていうのを決める。 判定するタスクで NLI は2つ文章を渡されて2つ目の文章が1個目の文章に対して、まあ、賛成か反対か中立かっていうそれを当ててくださいっていうタスクです、まあ、こんなふうに2つのものを比較するタスクは、まあ、ちょっと苦手だったみたいですね書いてみますはい他にも苦手なタスクがあって、はい、CB とかマルチ RC とか、まあ、こういうタスクが苦手なんですよね で、こいつら、こいつらに関しては、あ、惜しくも世界最高性能いかなかったっていう話じゃなくて、まあ、そもそもスコア半分ぐらいとか、全然ダメですっていうレベルのスコアしか取れてません。まあ、なんででしょうね。まあ、ともかく苦手なタスクはあるんで、はい、どうやって克服しようかなっていうのは、次の時代のいい研究テーマになるんじゃないかなと思います。じゃあ、2個目いきましょう。 はい、2番目のタスクは、文章生成です。文章生成といえば g p t 3が世間を賑わした理由でもあって、もう人間並みの文章を書くことができます。できる、まあ結構できる、できるんですよ。まあ、できるから、例えばニュースの記事を生成してって g p t 3君に頼んだものは、も,もはや人間が書いたか、コンピューターが書いたかっていうのは見分けがつかないレベルですし、まあ、3ヶ月間、アメリカのネット掲示板で誰にも気づかれずにずっと会話してるなんてこともありました。 なんですけど、まだちょっと弱点もね、たまにあるんですよ。書いてみます。はい、書きました。まず1個目、分単位でね、繰り返しができちゃうんですよ。でもし、皆さんがディープラーニングで文章先生成のタスクやったことあったらなんですけど、同じ単語を繰り返しまくっちゃうって結構あるんですよね。This is, 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 ないとか t <This> h is, 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 ん s is, 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 i さすがに GPT-3 は単語レベルで繰り返しちゃうっていうことはないんですけど、文レベルで同じ文を何度か繰り返しちゃうっていうのは普通にあるんですよね。こういうのあると、ちょっとしらけるというか、AI っぽいっていうのがばれちゃうんで、まあ、ここを何度かしたいなとか、あとやっぱりですね、数百ワードぐらい、まあ、100、1 0 0ワードぐらいだったら割とちゃんと書けるんですけど、長文書かせると、やっぱりその最初の方と後ろの方で一貫性に書けたようなものになっちゃうらしいです。 というわけで、まあ、短い分はかなり高精度にある程度の確率で書けるようになりましたが、ま,あ、まだまだ先があるねっていう感じでございます。はい、というわけで、ここの改善もいいテーマなんじゃないかなと思います。じゃ、3番目。はい、3番目の話題は、バイダイレクショナリティ、双方向性でございます。GPT はトランスフォーマーデコーナーなんで、まあ、ユニディレクショナル、単方向なんですよ。はい、どういう意味かというと、まあ、バートとかはね、 この単語の意味を処理するっていうために、その単語より前の文章とか、その単語より後ろの文章とか、まあ双方向のものを加味してこう処理していくんです。だから、バートの B はバイダイレクショナルの B、双方向だよっていうものなんですけど、GPT は前回か前々回、アーキテクチャ紹介した時にもあったと思うんですが、単方向なんです。前から後ろに処理するっていうことしかやらないんですよね。 というわけで、まあ、文法理解とか、諸々理解するときに、まあ、後ろの知ってた方が前のやつの意味わかるってことあるじゃないですか。伏線回収的に。まあ、そういうのができないんですよね。ほい。というわけで、まあ、バードとか T5 とかをこのレベルのサイズにしても面白いんじゃないのっていうことが書いてありました。じゃあ、次。 はい4番目はプリトレーニングオブジェクティブのことです、まあ。要するに事前学習で何を学習してますかっていう話です。GPT の場合は、はい、書きました。ランゲージモデルのクロスエントロピーをロスに使って学習してますよね。まあ、もうちょっと分かりやすく言うと、このランゲージモデルっていうのは次単語予測のことです。はいまあ、例えば、ある程度の文章が与えられたときに、その次の単語は何でしょうっていうのを学習として使ってます。 で次の単語を予測するときに、まあ、例えば単語が5万個ぐらいあったとしたら、まあ、5万通りの分類問題を解くと。なんで、分類問題に標準的に使われているクロスエントロピーっていうのが小さくなるように、かなうん、小さくなるように学習させますと。はい。これがプリトレーニングオブジェクティブで、まあなんかいいんですよ。いい感じなんですよ。で、スケーリングローっていう研究によると、言語モデルの大きさ、GPT のパラメータの数をどんどん,どんどんどん大きくしていけば、まだまだこのロスは下がっていくってことが予測されています。 はい。というわけで、モデルのサイズをどんどん大きくすれば、ランゲージモデルとしての精度は上がっていくんですが、研、ま、究、あ、としてはそれでいいですよ。どこまででかくしたらどうなるんだろうっていうのはありなんですけれども、でも私たちが本当に使いたいのって、まあ、ああいうタスク解けるようにとか、実世界の問題を解けるようにって話じゃないですか。まあ、ランゲージモデルの精度が上がったからといって、実世界のタスクを解く精度が上がるかどうか分かんないので、まあ、いかがなもんかなというところもちょっとあります。はい。加えて、 ランゲージモデルとしての精度っていうのは、もう一定で限界が来ます。まあ、仮にですけど、正解率100%になったら、もうそこより上いかないんでね。というわけで、もうランゲージモデルとしての性能が、もう頭打ち来ちゃったら、もうそこで他のタスクの改善も止まっちゃうわけですよ。まあ、それも微妙だなということで、いつかこのプリトレーニングオブジェクティブを使ってる限りにおいては超えられない限界っていうのに至ってくるんじゃないかってことが言われております。はい。というわけで、そのうち事前学習のターゲットっても変えなきゃいけないんじゃないの 変えるとしたらこんなんかなーっていうのがまあとりあえずサンプルとして提案されています。それを紹介してみます。はい、書けました。まあまず1個目はプリトレーニングオブジェクティブをまあなんか人間から学んで作ってみてもいいんじゃないっていう話とか。 2個目、強化学習を使って、さらに最後、パフォーマンスをチューニングするっていうのもありかなとっていう話があります。実はこれ、GNMT、Google's Neural Machine Translation の時でも使われてました。その動画もあるんで、興味があれば見てください。で、最後、マルチモーダルでやるっていうのもありますね。このマルチモーダルのモーダルは、モダリティを短くしたものです。で、モダリティって何かっていうと、まあ、情報の種類のことです。ざっくり言うと。例えば、言語モデルっていうのは、テキストの情報だけを使いますよね。 マルチモーダルにするってことはテキストだけじゃなくて他のモダリティも使う。例えば、まあ、音声だったりとか画像、視覚だったりとか触覚とか、まあ、そういう五感全部使っていろんな情報で同時に学習させたらいいんじゃないのっていうのがマルチモーダルなんですけど、まあ、なんかここら辺のことをやってみて、このプリトレーニングオブジェクトにとらわれない性能改善っていうのを目指してもいいんじゃないのっていう話がございました。ほい、半分。じゃあ、後半にもいきましょう。 はいといとうわけで次のテーマは学習の効率性です。GPT3 ではなんと300ビリオントークン、つまり3000億トークン、まあ、ざっくりと3000億単語のデータを使って学習したんですよ。はいなんですけどね、人間って1日1万トークン、まあ、1万単語ぐらい見たとしても、生涯見られる量が3億単語、3億トークンぐらいです。ってことは、はいめっちゃ差ありますね、1000倍差があります。 まあ人のレベルまでいかないにしてもまあさすがになんかもうちょっと効率的にできないのかななんてことが言われてました、はい。ただファインチューニング部分まあフィューショットとかワンショットゼロショットでやってる部分についてはもうかなり人並みになってきてるとは思うんですよね。はい、というわけでこの差をどうやって埋めようかっていうのが一個のまた重要な研究テーマかなと思います。 はい。まあ、新たなアーキテクチャを持ってくるのか、まあ、マルチモータルとかね、結構いいと思うんですよね。まあ、そんなことを思ってたりします。じゃあ、次。はい、じゃあ、6番目。フューショットでは、一体何が起こってるんでしょうかっていうテーマでございます。GPT-3 の場合、事前学習でズドーンってやった後、再学習は書けないんですよね。各タスクをやってほしければ、 どういうタスクですよっていうのを文章で与えた後に例をたくさんズドズド,ドッと見せてあげてその続きを生成してもらうっていうのがフューショットでした。でこのフューショットで何が起こってるんですかねちょっと書いてみます。はい書きました。フューショットでは、まあ、学習済みの内容を思い出してるんですかね 例えば、例がたくさんブワブワブワーって与えられるんで、ああ、これ、教師データで見たわ、真剣済みでやったのと同じだっていう感じで、その教師データの中にあるものを、えいって頑張っていい感じに反化して出してきてるのか、それとも、フューショットの時にまに、文章を学習しただけで特になんかのタスクできたわけじゃないけど、このフューショットの中で新たな能力を獲得してるんでしょうか。どっちなんですかね うんまあ、よくわかんないですけど、少なくともタスクによって違うんじゃないかなということは言われてました。例えば GPT3 っていろんなタスクで評価されたんですけれど、まあ、その中の翻訳はさすがに上じゃないかなと思います。っていうのは、まあ、文章をわーっていっぱい読んだだけの人がいきなりその翻訳例10個ぐらい見せられたからって、完璧な翻訳できるようになるわけないじゃないですか。か多分その学習に利用した コモンクロールのデータセットとか、そのウェブ上のデータセットの中に、英語とフランス語の対応とかがあって、なんかそこでいい感じに文法の対応とか、単語の対応とかを学習できてたんじゃないかなと。それがフューショットの中で、ああ,あ、英語をフランス語に変換してんのねっていうのをなんとなく察して、で、思い出してやってるのがまあ翻訳じゃないですかね。その場でできるようになるっていうのは信じがたい。ですが、GPT3 のテストの中の一つに、存在しない単語で例文作るっていうのがあります。例えば ホゲホゲっていうのは日本の楽器なんですよ、例文作ってくださいっていう風に GPT3 に頼むと、私はホゲホゲを持っています、週末ホゲホゲを弾くのが趣味ですみたいな、まあ、そういう新しい文章を生成するんですよね。で、これに関しては、少なくとも、まあ、元々のデータにはなかった存在しないものについての推論を行っているわけなんで、まあ、少なくとも何か新しい能力を獲得し,してるって言えるんじゃないかと思います。うん まあ、タスクによってこの幅があって実際はこのスペクトラムの中にいろんなものがあるんだと思うんですがもしかしたら第三の何かがあるかもしれないし、まあ、こういうところの理解が進むことによってより GPT-3 とか巨大言語モデルっていうのをより制御しながらいい感じに使えるようになるんじゃないかなと思います。じゃああと2つ。 はい。解釈と制御の問題です。まあ、機械学習をやったときからもう昔からですけど、なんでその結果になったのかわかんないとか、いい感じにモデルを制御できないって話がありますよね。うん。ディープラーニングでも難しいです。GPT-3 でも難しいです。はい。というわけで、こういう研究もあると思います。じゃん。はい。まあ、って感じですね。 まあでもよく考えたら、人間だってどうしてその判断をしたのかっていうのを、なんか脳の構造とか、心臓の独特っていう鼓動から解析することはできないですよね。人間の決定、意思決定が解釈可能なのは、聞いたら答えてくれるからですよ。もしかしたら GPT-7 ぐらいになったら、なんでそういう判断したんですかっていうの自身をモデルに聞いたら、ああ、実はこうこうこうで、こういうデータ使って、こういうことがあるから、こういうふうに考えたんだよねっていうのを教えてくれるようになるかもしれないですよね。 まあ、安直な一個の、えっ、ー、と、ブラックボックスモデルの解釈の方法だと思うんですけど、うん。そういう未来も来るかも、来ないかも、わかんないですけど。わかんないから言語モデルに聞くっていいですよね。まあ、ともかく、できるかどうかはわかりませんが、まあ、これを考えるっていうのも研究者の仕事の一つなんじゃないかなと思います。じゃあ、最後。ほい、最後、バイアスの問題があります。どんな問題か書いてみます。 はい、というわけでデータセットのバイアスを受け継いじゃったんじゃないかなっていう問題です。実際に多少あって、消防士って入れたら、代名詞には非を使いがちだし、ナースって入れたら、代名詞には C を使いがちみたいな、まあ、実際、ファクト、統計情報として男女どっちが多いかっていうのはまあはっきりしてるんで、まあまあ、マイルドなバイアスとか、こういう中に入ってるんですが、まあ、もっとセンシティブなとか、かなり致命的とか、人生左右するとか、まあ、感情的に許しがたいものも含めた、いろんなものが入ってる可能性が、 ありますで、これ、は次回めちゃめちちゃゃ丁寧にやりますでこれ絶対見てください、ここまで見た人は。絶対見てください。えっとですね、この AI を作るとか、まあ、そういう仕事に携わる人は、このバイアスの可能性知らずに作るのはもう絶対ダメです。絶対ダメです。マジでダメなんで、絶対見てください。来週か再来週出します。 これどういうことかっていうとね、昔に例えると分かりやすいんですけど、この工業が排水を川にどばどば流してた時代あったじゃないですか。まあ、影響とかよく分かんないし、まあ、あんなことになると思ってなかったんで流してたわけですよ。そしたらその後と公害になって、まあ、魚が死んで、人も苦しんで、わーって大変なことになったと思います。あの時はまはケミカルというかフィジカルというか、分かりやすい形でズドンと出ましたが、この後これ、同じことが AI 文脈でほっといたら怒ります。まあ、今は気づいてないだけでもう怒ってるかもしれない。知らない間に AI に差別されてるとか、 前は、ね、刑事課の物質的なところで起こってましたが、今度は刑事上のなんかやばいところで、なんかやばいことが起こっちゃうかも。というわけで、バイアスのこととか考慮せずに AI 作るっていうことは、まあ、排水どばどば流しながら工場を運用するとか、俺は科学に興味があるんだよ、排液の処理なんか興味ねえよって全部水道に流すみたいな、まあ、なんかそれに近い行動になっちゃいますんでね。 あの絶対ここは押さえていただければと思います。ちなみにデータサイエンティスト協会が出しているスキルチェックリストのバージョン4では、サイエンスとビジネスにこれが必須スキルとして入ってますので、もうこれ、少なくとも重要であるということだけは分かっててください。じゃないともう必須なんでね、データサイエンティストじゃありませんぐらいのレベルで、これ、かなり次の時代重要になりますので、絶対見てください。はい。というわけで今日の動画はここまでです。GPT3 のできたこと、できなかったこと、将来の研究課題8種類紹介してみました。 研究者のの皆さんなんなかここら辺の問題よろししくお願いしますビジネスでやってる方も別の文明科の研究でやってる方もあこの分野の最先端ってこういう感じなんだなっていう空気を分かっていただければよかったなと思います。はいというわけで面白ければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あと次のやつ絶対見てください。お願いします。来週か再来週出ます。後から見てる人はもう次そのまま行けば見えると思います。はい。そんな感じ あと私ツイッターやったりとか、まあしのコメント欄あるんで、質問、コメント、感想などあれば、どしどしください。じゃあ、今日の動画はここまで。バイバイ。あサムネ映えしそうな黒板が今日はないですけど、まあ、ここで終わりにしようと思います。お付き合いありがとうございます。というわけで、まあ、来週というか、次回の動画もお楽しみにしててください。じゃあ、バイ。